次のニュースです。8月18日付の朝日新聞デジタルからです。高等教育無償化2案に絞り検討、数兆円規模の財源が課題。安倍政権が掲げる大学などの無償化について政府は有力な2案に絞って検討を進める方針を固めました。全国民を対象に在学中は授業料を取らずに卒業後に所得に応じて拠出金の形で納付する案と、一定の所得制限をした上で給付型奨学金を拡張する案の2つです。ただいずれの案でも数兆円規模で必要ともされる財源の確保をどうするかについては現時点では踏み込んでおらず、検討が難航する可能性も残っています。これ以前、だいぶ以前に大谷さんが日本の国というものを今後どうしていくんだって時に、例えば大学教育の無償化などっていうのも人を作っていくんだと、人材創出という面で言うと十分に値するけど、国の大きなっていうより総理大臣の大きな決断っていうのは必要だよねってことをちらっとおっしゃってたの。そうですね、これ本当に教育の無償化っていうのはですね、根っこのところで本当に国民的議論を一回しなきゃいけない話だと思うんですね。数兆円かけてですね、で皆さんにその高等教育を受けてもらうと、で果たしてそれが必要なのかどうなのかということも含めてですね、でも私たちはやっぱり革命というのはおかしな話ですけど、人づくり革命って一体何を言ってるのかよくわからないですけど、ただ人材で生きていく国であることは間違いないわけですから、その養成の仕方をどうするのか、ただお金だけ出せばいいのかと。一方で同じ教育の無償化が言われている中で、昨日の日経新聞は大学の4割が定員割れだと、はい、無試験で入れるという状況になってきている。そういう高等教育に関してずっと国民がお金を出し続けるということに意味があるんだろうかと。一方で大学の進学率というのは年々上がってきて、確かにお金の問題もあるとは言いながらですね、8割が大学教育を受けていると。でそのうちの4割がほぼ無試験で大学に入れると。本当にそれは人材を作っていくことになっているんでしょうかという疑問も出てくるわけですね。本当にそこのところはよく考えてですね、今この2つの案に絞られたと、まあ、1つは将来働いて返してねというのと、いやもう完全にお金は国が出しましょうと、高等教育すべて教育が終わるまで国家が面倒見ますと、どっちがいいんだという話になってくる。それだけのその手続きの問題だけじゃなくて、いずれにせよ無償化するということはどういう意味があるのかということを議論しなきゃいけないと思うんですね。これ本当に太田さんおっしゃる通り、根底からこう議論しないと、例えばの話、半世紀後の日本の教育ってどういうふうにあるべきだろうかってところまで考えないと、もうこれ本当に、要するにまあこれ多分おそらく今の自民党政権が非常に苦しいというところで、イエーイチェーって出してる部分もあると思うんですよ。特に良くないのはですね、維新が言ってるわけですね、はい、この子高等教育の無償化とか、教育全部を無償化しようというのは維新の作戦なんですね、政策なんですね、と。どうしても憲法改正をですね急ぎたい、ましてだんだん支持率が落ちていくという中で、維新の言ってることを丸呑みしてですね、だからこっち側の政策に賛成してくれと、そういう取引に使う問題じゃないでしょうと。確かに無償化は議論しなきゃいけないけども、憲法をちらつかせてですね、うちの言うことを聞いてくれるならただにしちゃうよと。じゃあそのツケは全部国民に回ってくるわけですから、果たしてそんなですね次元の議論をしていいのかなと。例えばこのオーストラリア型のですね、とにかく働いてから頑張って返してくださいねと、それまでは国が面倒見ますからと。でそうやってエリートを育てていけば、それなりの職業についてそれなりの収入を得てですね、そこから十分返していけるでしょうというのが、このオーストラリア型の一応貸し付け型になるわけですね。いやだったらですね、考え方変えて、アメリカはですね、大学に行きたいって人がいっぱい働いて24になったり26になったりして、それから貯めたお金で大学行ってるじゃないかと。働いてそこから返していくというんであればですね、むしろ日本のように、例えば職業就職の時に年齢制限で26歳までと
言うもの各企業撤廃しなさいと、働いてしっかりお金を貯めて大学に行きたい人をウェルカムどうぞと、それだけ頑張って大学行ったんだから、うちの企業もおそらくあなたのような人材取りたいんだというふうに企業が変えてってくれたら、俺絶対将来このお金返さなきゃいけないんだと思って大学行くよりもですね、かえって気持ち的にも楽じゃないかと、いろんな考え方があると思うんですね。そうですよね。あのアメリカっていうのは入り口はものすごい広いけども出口が狭いっていうのは、本気で学業をして何か自分のキャリアを身につけたいっていう、ただ4年間行きましたよ終わりじゃなくて、そこで何かを得て、ああまあスペシャリストに近い形で、まあ大学を出て、そして自分でこういう仕事をしたいっていうふうに、まあその方法が果たして本当にいいのかどうかちょっと分かりません、はい、日本に馴染むかどうか分からないけども、ね、でもどっちにしてもそういうことも含めて考え直さないと、場当たり的にお金をドンと予算作りましたよって言っても、なんか仏作って魂入れずみたくなっちゃう可能性もあるし、やらないよりはやった方がいいとは思うけど。そうですね、うん、ですからまず高等教育って何なのか、で何のために高等教育ってのをやらなきゃいけないのか、それから高等教育に国がどこまで関与していいのかと、あくまで本人の意思でですね、教育って受けるべきものなんだと、根本的なその教育とか学問っていう考え方をですね、しっかりしておかないとグラ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 すると思うんですね。今大きな問題になってるのは、例えば日本学術会議はですね、少なくとも防衛予算から来る研究費は受け取らないという決意をしようじゃないかという学者がかなりいるわけですね。その一方でもう国が研究費を出してくれなかったら、日本は研究費の分野でその欧米各国にものすごく遅れを取ってると。そうすると相手にしろ、あるいは iPS 細胞にしろ、いずれはですね、よその国に持ってかれちゃうんじゃないか、だから国がどんどんお金出してくれという考え方と、企業だとか国の紐付きの研究費でいいのかという議論があるんですね。これいずれも高等教育の部分から高度な研究部門の話ですよね。そこをちゃんと議論して、じゃあ国がお金を出してもその学生についてどういう教育を施すのかということに国は一切関与しないのか、そこも含めてですね、議論しないで、いやちょっととにかく無償化すれば非常に保護者の方からも拍手喝采受けるからという問題じゃなくてですね、なんかこう浅い議論してるような気がしてならないですね。ですよね。まあ、大谷さんおっしゃった通り、まあ、要するに大学ってのは首都圏に、特に23区内に集中しちゃってると、そこはもう定員を増やしちゃいけないという なりましたよね、だからそれで済むかっていうと、じゃあ逆に地方の大学とかそういうところを、はい、じゃあどう魅力のある、まあ、学び屋にするかっていうことの方が、ね、僕は大事だような気がするんですけどね。やっぱり多様な人材を作っていくことからといえばですね、やっぱりあんまり国の監視下になくてですね、みんながそのいろんなバラエティに富んだですね、学問していくと、そこはなんかこうただです、気につかされた教育をしていきます、同じような大学教育ですというところから、学問だけじゃなくてユニークな人材が生まれてくるだろうかなと、ちょっとなんかそこら辺のところがですね、なんかこう金太郎飴みたいにどれもとっても同じような学生が出てくる、同じような教育を受けてる、そのやり方があんまりもですね、ちょっと人作りとは違うような気がするんですけどね。